フォークランド諸島は南大西洋上にあるイギリス領の諸島。1833年からイギリスが実効支配し続け、現在に至る。スペイン語名ではマルビナス諸島。諸島の領有を主張するアルゼンチンとイギリスとの間で1982年にフォークランド紛争が勃発した。首都はスタンリー。人口3398人。通過に フォークランド諸島ポンドとイギリスポンドの両通貨が使われている。ヨーロッパ人で最初に島を発見したのは1520年のフェルナンデ・マガリャンイスの航海中にはぐれた船団のうちの一つのエステバン・ゴメス船によるものだとされている。しかし、イギリス政府によるとイギリスの探検家ジョン・デイビスによって記録がなされたのは1592年のことであり、これが 現在のイギリスの領有権主張の根拠となっている。当時は無人島だったが近年木製のカヌーが発見され、フエゴ島の先住民にすでに発見されていたという説が有力視されている。1598年、オランダ人のセバルト・デ・ウェールトがこの島を訪れた。このため、当時オランダではこの島をセバルト島と呼び、 19世紀にはこの名が記載された地図がオランダで作られている。フォークランドという名は1690年に東フォークランド島と西フォークランド島の間の海峡を航海したイギリスの船長ジョン・ストロングの命名による。彼は航海の援助をしてくれた海軍の第5代フォークランド死者クアンソニー・ケアリーの爵位名にちなんで命名を行った。 エグモントとソレダードの11764年に、フランスが東フォークランドにあるバークレー湾の入り江に入植し、後にポールサンルイと名付けられた。また、この諸島全体についても、フランス側の出港地だったサンマロにちなんで、マルイーヌ諸島と名付け、スペイン語名称のマルビナス諸島の起源となる。1765年、フランスとは別に、イギリスの艦長ジョン・バイロンが、 東フォークランドの3類に気づかないまま、西フォークランドにあるソーンダース島の港に、ポートエグモントと名付け、諸島のイギリス領有を主張した。フランスとイギリスによる植民地拡大の背景には7年戦争など、両国の対立関係が存在し、両国にとって争いは不毛だったが、戦略上重要な領有権を獲得するために、派遣できる艦隊を保有していた。 1767年、フランスがフォークランド諸島から金銭と引き換えに撤退することに、スペインと同意した。ボルボン朝スペインが領有を宣言すると、三類をプエルとそれだと解明し、ドン・フェペルペル・イス・プエンテが総督になった。1770年には、ブエノスアイレスからフリゲートに海兵隊を上官させ、ポート・エグモントに上陸し、兵力で劣るイギリス軍は降伏した。 フランスの支援を受けられなかったスペインと北、アメリカで高まっていた緊張に備えていたイギリスは戦争を避け、1774年には西フォークランド等の居住を認められる代償としてスペインの領有権を認める。領有権の放棄こそしなかったが、エグモントのイギリス軍は1776年に解散した。1811年には 南アメリカでの独立運動とイギリスの圧力を受け、スペインの移民もフォークランド諸島から撤退したが、スペインも領有権の主張は維持した。スペインが撤退した後は、アメリカとイギリスの軍艦や捕鯨船が悪天候時の避難港として、頻繁に島を利用した。1820年にアメリカで私略船の船長をしていたデイビッド・ジューエットの指揮下で、 リオデラプラタ連合州のフリゲートエロイナがソレダードに到着し、アルゼンチンは諸島の領有と主権を宣言した。諸島は旧スペイン植民地だったため、旧スペイン植民地の4つの副王領のうち、パタゴニアに最も近かった旧リオデラプラタ副王領の一部として、独立に際して主権も受け継いだとポルテーニョたちには考えられたからであった。連合州当局は、 諸島周辺のイギリス帝国及びアメリカ合衆国のアシカ漁船に対して警告を発するが無視される。1823年にはラプラタ連合衆がホルヘ・パチェコとルイス・ベルネトに漁業権を与えた。翌年に二人はフォークランド諸島に向かったが探検は失敗を重ね、パチェコは諦めてしまった。1828年、 植民地の樹立に成功することを条件に東フォークランドとその資源がベルネトへ与えられた。当時、アルゼンチンに中央政府は存在しなかったため、ブエノスアイレス州知事フアンマネル・デロサスが基本法に基づいて外交権を行使していたが、1829年にはアルゼンチン当局は島の知事にベルネトを任命し、アザラシの狩領権も与えられた。 これに対して中部へのスアイレス英国領事が抗議を行った。ロサスは諸島周辺で創業していた捕鯨営業者に戦績を問わずクジラ1トンごとに一律5ペソの税金を課することを決定した。しかし、アメリカ船3隻がこの支払いを拒否し、この漁業権紛争によりアルゼンチン当局がアメリカ船舶の船長を逮捕した。 中部エノスアイレス合衆国領事は本国に報復を訴え、アメリカはサイラス弾艦をスループレキシントン号の艦長に据え、海兵隊をホークランド諸島に派遣した。レキシントン号はソレダードを襲撃すると住民を連行し、植民地の状態が良好ではないことを報告した。しかしその代償は大きく、合衆国領事はロサスによって追放されることになる。 アンドリュー・ジャクソン合衆国大統領は、この措置に対して、さらに報復を行うことも考えたが、結局この問題に対してこれ以上不開示するのを、避けることにした。ビーグル号での航海の最中に、ホークランド諸島を訪れたチャールズ・ダービーも、植民地の悲惨な状態を報告したが、それが、歴ントン号の攻撃が原因である、可能性についても言及した。 1833年1月3日、イギリスがブリークスループ艦のクレーオーをフォークランド諸島に派遣し、無血占領に成功した。イギリス海軍のビーグル号に乗ったチャールズ・ダーウィンが1833年3月1日から4月6日まで滞在した。イギリスは再びこの島に国旗を掲げることに成功し、この後はイギリスの支配下に置かれる。 アルゼンチン当局は抗議の声明を出したが、聞きれられなかった。なお、この戦闘で勇敢に抵抗し、半年以上降伏しなかった囚人アントニオ・オリベロは、現在もアルゼンチンの国家的英雄となっている。また、1839年から始まるウルグアイ内戦の最中にも、アルゼンチンとイギリスは再び戦火を交えることになった。この時は、1849年に、 イギリスがロサスへの敗北を認めて撤退したが、諸島の実効支配は確保した。1843年にはスタンリーが開設され、1845年に行政府所在地となる。1860年代から1870年代にかけては、スコットランド人入植者により、牧畜のための羊と牛が島に持ち込まれた。やがて牛の牧畜は、スタレ。 羊産業が主産業になる。外洋航海が可能な蒸気艦船がイギリス海軍に普及するとポートスタンディは重要な急炭鉱となった。第一次世界大戦ではドイツ帝国海軍のマクシミリアン・フォン・シュペイ、中蒸気下のドイツ艦隊がフォークランド諸島の襲撃を試みた。第二次世界大戦でもナチスドイツの総交艦アドミラル・グラーフ・シュペイが 南大西洋に進出してきたため、イギリス海軍は巡洋艦カンバーランドをフォークランド諸島からラプラタ川川口へ急行させた。フォークランド諸島は2度の対戦を通じて補給基地として有効に機能することを実証し、その戦略的な重要性が確認された。1982年4月には内政に行き詰まったアルゼンチンの軍事政権が、 フォークランド諸島を占領。これに橋を走って、イギリスとアルゼンチンが同等で大規模な武力紛争を展開した。イギリスは2ヶ月後に同等を奪還して、勝利を収めたが、両国の国交が再開され、戦争状態が終結したのは1990年2月5日のことだった。この国交再開交渉でもフォークランド諸島の領有権問題は棚上げされ、 この状態で現在に至っている。2010年2月、フォークランド諸島の沖合で、イギリスが行っている、油田開発に対し、アルゼンチンのクリスティーナ・フェルナンデス・デキルチネル大統領は、アルゼンチン海域で石油の洞窟を行っていると、非難、アルゼンチンの許可のない船舶の通過は認めないと、決定して2010年マルビナス諸島外交危機が起きた。 イギリスの実効支配が続く同諸島の帰属をめぐって2013年3月10日から11日に住民投票が行われた。投票登録者1649人中投票率92%で投票者の99.8%がイギリスの帰属を望んだ。アルゼンチン政府はアルゼンチン人住民がイギリス海軍に追放された後に イギリスから入植した住民による投票は無意味だとしている。議会が開かれるギルバートハウス北東よりの眺め国家元首はイギリス女王総督が代行する政府の長である行政長官は議会で選出され総督が任命する現在の総督はナイジェル・フィリップス行政長官はバリー・ローランド立法議会として フォークランド初等立法会議がある。議長は2009年から務めるキースビルズ。議会は全11人からなっており、そのうち1人が議長、2人が特別職で、残り8人を選挙で選ぶ。選挙はスタンリーとキャンプの2つの地区で実施されており、スタンリーの5区とキャンプの3区の全8選挙区で行われる。直近の選挙は2017年11月9日に、 執行された。スタンリーにあるギルバートハウスにて議会が開かれる。2009年にフォークランド諸島憲法が発行した。フォークランド諸島はアルゼンチンパタゴニアから5 0 0トル離れたアルゼンチン海上にあり、東フォークランド島と西フォークランド島の2つの大きな島、そして776の小さな島からなる。これら諸島の総面積は12,173。 平方キロメートルで北、アイルランドや日本の長野県と同じぐらいである。東フォークランド島と西フォークランド島にはそれぞれ山脈がある。最高峰は東フォークランド島にあるアスポーン山で、スタンリーは東フォークランド島の東端にある。両島はフォークランド海峡で隔てられる。島のほとんどが不毛な地であるが、東フォークランド島の平坦な土地は 羊の牧草地になっている。海水温の低い南大西洋に囲まれているため、寒冷海洋性気候であり、冷涼で風が強い。スタンリーの1月最高気温15度、最低気温7度、7月は最高5度、最低0度である。降水量は比較的少なく年間500ミリメートル程度であるが、毎月初海上雨が降る。稀に雪が降り。 しかも季節に関係なく降ることがある。フォークランド諸島主な島経済水域島の経済は、かつてアザラシ漁や捕鯨も行っていたが中止され、その後は主に羊の放牧で、羊毛は代表的な輸出品の一つである。19世紀にスコットランド人らイギリス人入植者らが島で羊産業を始めて以来、羊の数は現在約60万匹近くおり、 フォークランド諸島の人口より多い。羊産業は島の代表な産業だが近年の主力は漁業にとって変わっている。フォークランドを紛争後、1984年にイギリス政府の支援を受けて設立された開発会社は人口増加のため経済を活性化させ独自性を生かし農業、漁場、観光業を発展させた。道路、教育機関、医療施設も この時期に整備された。羊毛価格の下落は多くの島民が従事する牧羊共同体の生活水準に影響を及ぼし、大量の失業者と島民の移住が危ぶまれた。これを免れたのは、領内で油田存在の可能性が判明したからである。1987年から国外への漁業権の販売によって財政上の問題を解決してきた。 1990年代は2000万から2500万ポンドの収益を上げ、近年では年間で1200万から1500万ポンドと売上高を伸ばした。年間漁獲高20万トンの75%は以下である。アルゼンチンとイギリスの間で海底下の石油資源に関する協定が結ばれたが、2007年に破棄された。2010年に BHP ビリトンが調査を強化された。 それは2010年2月から始められ、2ヶ月後には、フォークランド諸島北部海域で石油を発見した。同月、アルゼンチンの外務省は、いかなる合法的な措置も辞さないと警告を出した。その後、南部海域でも石油が発見されている。スタンリーに着陸したイギリス南極局の DHC-7 フォークランド諸島には細滑走路を持つ空港が2つある。 その一つはマウントプレザント空軍基地で主要都市であるスタンリーから西へ約 48km の位置にあり、イギリス空軍の基地ではあるものの主に国際空港として利用されている。空軍の飛行隊はトライスターを装備し燃料補給のためアセンションアイランド空軍基地を経由してイギリス本国のブライズノートン空軍基地へと向かう。また、必要に応じて チャーター機に使われることもある。過去は、セーシェル航空のボーイング767で運航していた。同じイギリスの海外領土であるセントヘルナ島を通じて、ブリティッシュエアウェイズの協力を得たアトランティックスター航空が、同空港を起点に、アセンション基地と同基地を結ぶ計画がある。ポートスタンリー空港は郊外にある小さな空港で、 フォークランド諸島では民用で唯一アスファルトで舗装された滑走路を持ち諸島内への飛行に使用されている。事前に協議された上でフライトスケジュールを決めるフォークランド諸島政府航空のアイランダーが運航されている。イギリス南極局はロゼラ基地をはじめとするイギリス領南極地域の観測基地とフォークランド諸島を結ぶため DHC-7 を使用している。 自動車の通行区分は、イギリス本土と同じ左側通行である。高速道路はない。南アメリカでは他にガイアナとスリナムが、左側通行を採用している。島の住民はイギリスから来た、イギリス系白人の入植者がほとんどを占める。フォークランド諸島の統治権をめぐって、イギリスとアルゼンチンの間には、不穏な空気が流れており、島の住民は、不穏なままの現状維持を覚悟している。 公用語は英語。宗教はイングランド国教会が55%で、その他のプロテスタントが28%を占める。ありがとうございます。